昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きな桃がどんぶらこ、どんぶらこと流れていってしまいました。何してんねん拾わんかい。なあ、そんでお前それ何してんねんおい。ほぼ海まで行ったぞ。桃を家に持って帰ったおばあさんは、その桃を食べようとミキサーを準備しました。中に俺いるの知ってるよね。なんと桃の中から赤ちゃんが出てきました。おじいさんとおばあさんはその赤ちゃんをネクターと名付けました。ジュースにするから。改めて桃太郎と名付けられた赤ちゃんは元気にすくすくと育っていきました。そしてある日、桃太郎はおじいさんとおばあさんに鬼退治に行きたいと言いました。おばあさんはしっかりと話を聞く体勢を取りました。ないよ続きは、それだけや。そして出発の日、おばあさんは鬼退治に向かう桃太郎に豚汁を渡しました。俺これ持ち歩くの？きび団子にしてよ、こぼれるって。きび団子を受け取った桃太郎は鬼退治に出発しました。何してんねん。おばあさんはしっかりと話を聞く体勢を取りました。やめろそれ。しょうがなく桃太郎はおばあさんと共に歩き始めました。しばらく歩いていると一匹の犬が寄ってきました。桃太郎が今から鬼退治に行くと伝えると、きび団子をくれるならばついていきましょうというので、桃太郎は犬にきび団子をあげました。またしばらく歩いていると猿が寄ってきました。おばあさんが猿に犬をけしかけようとするのを止めた桃太郎は鬼退治に行くところだと猿に伝えました。すると猿もきび団子をくれるならお供しましょうというので、桃太郎は猿にきび団子をあげました。しばらく歩くと今度はキジが寄ってきたので、同じようにきび団子を渡して仲間にしました。こうして仲間を揃えた桃太郎一行は鬼ヶ島へ歩みを進めました。誰やねん、それ誰、いつ連れてきてんそいつ。おばあさんは誰かはわからないが紳士であることは確かだと答えました。誰、勝手に紳士連れてくるな。しょうがなく紳士も従えた桃太郎一行はいよいよ鬼ヶ島の前にやってきました。鬼ヶ島に行くためには海を渡る必要がありましたが、そこにはとても全員は乗れない大きさの小舟しかなかったので、桃太郎はおばあさんを説得し岸に置いていくことにしました。なんでやねん、お前らが乗ってどうすんねん、降りろ。おばあさんと紳士を引き連れた桃太郎はついに鬼と相まみえました。桃太郎は鬼に切りかかり、バッタバッタと鬼を倒していきました。帰れよ。戦いの末ついに鬼を退治した桃太郎は、鬼が村から奪ってきたお宝を見つけ出しましたが、とても多すぎて船に乗り切らないので、おばあさんに相談した結果紳士を置いていくことにしました。岸に戻った桃太郎はほったらかしにしていた動物たちに謝った後で財宝を持って村へ帰りました。家に帰った桃太郎はおじいさんとおばあさんに感謝の気持ちを伝えました。いろいろありましたが無事に鬼を退治できたのもおじいさんとおばあさんのおかげです。ありがとうございました。おばあさんはしっかりと話を聞く体勢を取りました。だからやめろそれ。めでたしめでたし。